この動画はネロー小説ルカタイムレコードの内容を一部茶番向けに変更した内容となっております。ルカ、体洗ってあげるからこっちにおいで。アサリ、授業しなさいよ。わお、どうしたのアサリちゃん。どうせならみんなで洗いっこしようよ。バカアサリ、首根っこつかむんじゃないわよ。首締まる。ルカ姉様、この緑虫は欲望の塊だよ。私が抑制に入らないとルカ姉様の抵抗が。誰が緑虫よ。抵抗って大げさだな。ほら、早くお風呂掃除して技術開発部隊に行こうよ。ソフィア市長、早くソフィア市長に会いたい。次の目的地は環境も劣悪だし、生物も強いわ。それ相応の準備はしておかないと。そうだね、また何かあったら手助けお願いね。仕方ないね、それならちょっと私が人肌脱いで。ちょっと締めてくるわ。おいおいおい、ちょっと待たんかい。ルカの帝王神知連なんだからあんたが出しゃばっても仕方ないでしょ。首を掴むな、絶対さっきの根に持ってるでしょう。まあまあまあ、小鳥は私の専属品になって力が全く出せなくなったんだから仕方ないよ。私が力を失っていなければ。でも私の専属品になってくれたんだから気にしてないよ。一緒に頑張ろう。ルカ、話すなら話すって言ってよ。残酷できた。でもアトリーちゃんが警告に入れてよかったよね。一時はどうなることかと思ったよ。手間がかりかけさせるんだから。それを言うならそっちだって同じでしょ。ルカ姉様を守れないなんちゃって専属品のくせに。もう、二人とも本当仲がいいなぁ。よくない?そもそも、ルカ姉様にふさわしいのはこの私、小鳥の出番はないよ。ついさっき門前払いされそうになって半泣きになってたくせによく言うわよ。私は光世界帝王神メリア、メルトリアの自慢の娘。アトリー、メルトリアよ。メリアお母様から話は聞いているはず。さあ、門を開けなさい。すいません、アトリーという名前はないので、帝国入国の許可はできないのですが。はあ、嘘だよ。だってメリアお母様の娘だよ。侍女だよ。と言われましても、アトリーちゃん、迎えに来たよ。ルカ姉様。よかったわね、帝国に入れて。うるさい、バーカバーカ。もう、小鳥もアトリーちゃんをあまりいじめない。まだ12歳の子供なのに。そうだよね、私まだ12歳なのに15歳が大人げない。15歳も立派な子供だからね。それに年下ならせめて私にも敬いなさいよ。いやよ、15歳くらいで。さっきまでと言ってること違うじゃない?同じ子供なら関係ないよ。ほら、早く技術開発部に行かないとソフィア師匠寝ちゃうよ。なんか途中からオシャレじゃなくなったね。この技術開発部隊はよく物が壊れるからね。その時、よく大爆発とかもついでによく起きる。いやー面目ないねー。でもやっぱり製品を作る以上限界点は知っておきたいからねー。ソフィア様とルカのいる部屋だけよ。こんなに物壊れるの、予算あるの?なければ作ればいいんだよ。一応私やソフィア師匠は帝国で個人ブランド成功してるから。ルカ様自分のブランド持っているんですか?すごいわよ。化粧品から日用品、今帝国から各世界の惑星に行く宇宙船も全部ルカが開発したものだからね。さすがルカ姉様、ずっとついていきます。そういえば小鳥も技術開発部隊だったよね。小鳥は何を作ってたの?私は各惑星向けの商品開発局長をやっていたわ。作っていたものと言われたら、寄生虫 DXV と汚染除去 DX3 とかだよね。え、何その安直なネーミング。管理しやすいでしょ。それ言ったら今私たちが使ってる宇宙船は R25 号って名前よ。ちなみに由来は、ルカちゃん25号。私が考えたの。そうなんですね。神々しいほど素晴らしい名前。ですね、感銘を受けました。嘘つくなら表情をもっと隠しなさいよ。まあ、そういう意味では今から会うソフィア様の方がルカより何倍もヤバいわ。え?ここだよ。帝国序列3位で、技術開発部隊総長だよね。なんかもっと貫禄のある部屋にいるかとばかり。だって、ここ研究員の仮眠室よ。貫禄なんかあるわけないじゃない。ソフィア師匠普段は仮眠室でアニメ見てるだけだからね。だけど、そんな油断してるところにこの私、ルカが登場するのです。ソフィア師匠。わら、ルカちゃん、帰ってきたんだね。ああ、ソフィア師匠、すっごく会いたかったー。ルカっちもすごく元気そうだね。ああ、この肌触り、もちもちなほっぺ、この最高の抱き心地。これはソフィア師匠の偽物が現れても再現不可能だね。ああ、混ざりたい?ルカとソフィア師匠の間に挟まりたい?欲望が出てるわよ、小鳥。でもいいなあ、私もああやって可愛がられたい。熱心不満が出てるわよ、12歳。ふふ、ソフィア師匠、これは今地球で大流行の戦隊ものだね。そうなの、そうなんだよ。ルカッチ、これがすっごーく熱ってね。おお、それは激熱麻婆豆腐だね。せっかくだしもっと大音量にしてルカッチも一緒に見ようよ。そうすれば迫力倍増。良子は真似しないでくださいね。なるほど、一理ありますね。私たちの繊細なお耳さんでより繊細な音質の世界を。でも、ソフィア師匠、それだと愛弟子である私の声が聞こえないよ。そんな時は、何でも聞こえる。
これを耳に塗ればなんと、大きな音は程よく、そして小さい音が鮮明に聞こえる優れもの。私とルカッチの共同開発薬だよねー。ねえ。何あのハイテンション。というかソフィア様って確かメリアカー様の幼馴染だったよね。なのに私より精神年齢低そう。あ、癒されるわ、ホワホワするわ。あれ、コトカ様まさか間違って私に教えた。アトリーちゃん、コトリも一緒に遊ぼう。わかったわ、発車。私もお邪魔しようかな。ソフィア師匠、アトリーちゃんはメリアさんの次女なんですよ。知ってました。知ってるよ、普段からメリアとはいっぱい話してるからね。あの、失礼を承知で聞きたいのですが、ソフィア様って帝国権力順位3位で間違いないんですよね。間違いないね。もっと言うなら専属神内の序列は2番目だよ。ということは私の教育をしてくれたセスカ様、コトカ様、ラル様、ソルテ様よりも権力も序列も上なの。アトリーが困惑するのも仕方ないわね。でもこう見えてソフィア師匠はすっごいんだから。私に能力の使い方とか開発者としての道を示してくれたのも全部ソフィア師匠のおかげなんだから。わーい、ルカッチ、あまり褒められると照れちゃうよ。あの4大世界公認で世界一賢い神、英天天帝神の称号も持ってるんだから。この帽子が最高偉大賢者の帽子、でそれと一緒に4大世界共通で英天神王の称号をもらえるんだけど。それにも段位があって、最高位に上り詰めた神は英天天帝神になれるんだよ。ルカはまだ2段だけど、持ってるだけですごいから、あのメリア様ですら持ってないし。英知と全世界の常識を覆すレベルの開発をすればどんどん段位は上がるからね。アトリーちゃんも開発に興味があれば技術開発部隊にいつでもおいでー。は、はい。よし、それじゃあソフィア師匠がどれだけすごいか今からいっぱい聞かせてあげるね。あー、これは本題に入るのは無理そうね。覚悟しなさい、アトリー、長いわよ。うへぇ。ご視聴ありがとうございました。皆さんどうでしたか？今回の内容を詳しく知りたい、と思っていただけたなら動画概要欄にある URL から、ナロー小説サイトにある小説、ルカタイムレコード、をぜひ見ていってください。現在は帝王神の試練で月下様の試練を受けている私たち。各世界の惑星を巡り巡る大冒険、そして試練として立ちはだかる月下様の窮地瀕死。今は灼熱惑星の冒険が始まったけど、いつかは地球にも向かうんだよね。そこでは未来のみんなが出てきたりするから、ぜひ評価をして多くの方から応援していただけると作者も私もすごく頑張れます。そして小説には評価ポイントがあって、読者の皆様がブックマーク、5段階評価をしてくださることで小説ポイントが上がります。そしてこの小説ポイントが1万になったとき、ルカタイムレコードの物語をこのチャンネルで動画化します。なのでもしよければ評価をしていただけると嬉しいです。それではまたどこかで会いましょう。まだ宣伝はあるわ。同じくナロー小説で連載しているパトパトガイデン月下6を紹介するわ。時系列は第5章第1幕終了後、パトたちが式神社から旅立ってからの私の物語。2.8 幕精霊王編でも少し話に出た私が精霊王編までに解決した3つの異変。百鬼夜行異変、現実冥界境界破壊異変、世界大革命王地震異変の3つが小説で明らかになるわ。現在は百鬼夜行異変。舞台は京都、ぜひ気になる方は同じくナロー小説サイトから確認お願いします。公開情報は Twitter で毎度お知らせしてるからパトパトチャンネルの情報をいち早く得たい方はぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いします。それじゃあみんな待ってるわね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。